日本の飯碗茶ワンとは、元来は茶の湯において用いられる茶を入れて飲むための碗を指す語である。ただし、近年では広く陶磁器製の碗を指して用いられる。現代の日本において、お茶碗といった場合には、飯茶碗を指すことが多い。ただし、ご飯を装うための碗は、特にご飯茶碗あるいは、飯碗と呼び区別することがある。日本の湯飲み茶ワンの霊茶ワンは、 茶器の一つとして、中国で生まれ、奈良時代から平安時代をかけて、茶と一緒に日本に伝来したと考えられている。本来、茶碗は茶を入れて飲むためのワインを指していた。江戸時代、煎茶の流行とともに従来からの抹茶茶碗に加えて、煎茶用の煎茶茶碗、右万茶用の湯飲み茶碗も用いられるようになったとされる。 明治時代に入ると鉄道網の普及とともに、時期の飯茶碗が普及した。ヨーロッパでは、茶碗に相当する器はカップである。東アジアから、喫茶の習慣が伝わった当初は、取っのないカップが主流であったが、次第に取っ付きのものが増え、やがてこれが普通となった。英語では、取っのないものを、ティーボール、取っのあるものを、ティーカップと呼び分ける。 カップはその後さらにビュートシェイプ、ピオニーシェイプ、ロンドンシェイプなど様々な形の変化を生じた。またコーヒー用のカップはコーヒーカップと呼ばれるが、紅茶、コーヒー兼用の形もある。ヨーロッパでは茶卓にあたるものはカップソーサーと呼ばれ、カップと同様の材質、デザインで作られ、カップとセットになっているのが普通。材質は時期、または 石器性が圧倒的に多い。また米飯用の食器はライスボールと呼ばれる。新網道八国楽鶴文茶碗、小形県山夕顔茶碗山和文化館臓、梅花天目茶碗と野木目天目茶碗安土桃山時代の楽茶碗日本の茶の湯では季節や趣向に応じて様々な茶碗を用いる。愛好者の間では一楽二萩。 三カラツなどと言われることもあり、それらは産地や由来、その色形の特徴によって、主に以下のように分類される。茶碗の形状は、碗形のものが多いが、筒形や平形、輪形、半島、単々靴形などがある。また、天目形、井戸形のように茶碗の特徴が形状名になっているものもある。形状から筒茶碗、 タイラ茶碗等と呼ばれる茶碗もある。飲み口が狭く茶が冷めにくいつ,つ茶碗は主に冬向き。逆に広く冷めやすいタイラ茶碗は夏向きと使われる。ラク高コーライドは格が高いと言われ、濃い茶に使われることが多い。茶に合わせて作られた、煎茶碗、抹茶碗と呼ばれる茶碗もある。芸術品、工芸品として取引され、 作家名の押し記されたものも多く、個々の茶碗に名が付けられたものもある。中近世の日本では、茶碗という語は、時期を指していた。室町時代、足利将軍に仕えた、同胞衆によって書かれた、訓大艦左有長期では、動物茶道具を分類するにあたって、土のものと茶碗とが区別されているが、ここで言う、茶碗は、政治の碗を指している。一方、 土のものの部には、時期以外の、現代でいう、天目茶碗の類が分類されている。天目茶碗という用語は、近代以降のもので、近大関西有長期の書かれた時代には単に、天目と称していた。やがて時期は、技術の全国的な普及、中国の生産体制の復興によって、輸出よりは、国内市場向けの供給が主流となっていった。時期が、 庶民に手が届くほどのものとなって、茶碗という言葉は元気を意識せず、普通に使用されるようになった。18世紀頃の江戸では、瀬戸焼きではないものも含めて、焼き物のことを、瀬戸、ものと総称していたが、京都、大阪では、同じ五感で、焼き物の道具という意味の、茶碗のものという言葉が、一般に定着していた。茶碗の航路という用例や、 古今著文集の巻後赤の部にある、女房のもとへ、獅子の方を作れりける茶碗の枕を立て祀るの、幼霊からも伺い知ることができる。それらは、伊勢流武家古実家の著述に見ることができる。すなわち、ご飯を食べるための時期や、お湯を飲むための時期は、ご飯茶碗や、湯飲み茶碗と言われ、茶碗という名称は、構成徐々に意味を変質させながらも、 定着しているような次第である。ちなみに、おわんと称する器は次のように分類することができる。磁器は割れやすい材質なので、現代では食堂など業務用にプラスチックや金属製の茶碗も作られている。ありがとうございます。